皆さんのおかげで扉が開けた、そんな気がします。本当にありがとうございました。この度は、皆様の、ご声援の中、とても、素敵な舞台に立たせていただきました。金メダルは取れませんでしたが、まずは一歩進めたかなと思っています。この銅メダルは私の、次の3年後のパリに向けての第一歩なので、この銅メダルを大事にしてまた皆様に、素敵な柔道を届けたいと思っています。ありがとう。ありがとう。